ヤガチャガチャンネル。あ、前回鏡をハンマーで割ることに気づいたヤガミ、果たしてこの先に何が待っているのか、続きから見ていこう。あった、これか。まあとりあえず他の鏡もね、ちょっと神経質だから割っとこうとは思うけど、あれが隠し通路でいいっぽいな。よしで、あー、オッケー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 。さあで、ほー、え、ここにも扉がある。ほう、なんかいろいろとちょっと展開があるな、これ。これはなんかできるのか、ピッケル、ハンマー。おー、何にも起こんない。あ、調べる、噴水がある。この噴水はまだ生きてるんだ。心の力は必要ない。ハンマーを使った何も起こらない。ピッケル、何も起こらない。これが言ってた噴水ね。で、何か秘密がありそうな銅像があって、まあ左上掃除機あるから掃除機でスーッとして、左下のフロアもそうだし、ちょっと気になるレイアウトだね。で、今これ多分だけど、やってきて分かってきたことだけど、多分これパーティーで円化率共通だから、円化した後はちょっともう片方のチーム進めやすい気がするのよね。で、掃除機ですってと、ちょっとここら辺の探索をゴリゴリやっていく感じになりそうだね。ちょっと一回そこまで来たところでテープチェンジしとこう、セーブしとこうと。ここのさ、色違うのはさ、あー、そっか、噴水か。ここ自体は、あー、なるほどね、何も起こらないと。な、もうちょっと調べた方がいいとこあるか。喉が渇いた、水を飲もうか。うわ、怖え、どっちだこれ。飲んでみるか。冷たくてとても気持ちがいい。ん、ええ、どこからか声が聞こえる。ヒッヒッヒ、バカ者め、お前が飲んだのは間宮様の手によって殺された者たちの血だ。いずれお前たちの血もこの水に流し込んでやる。うわあ、赤くなった。え、水色になった、赤くなった。心の力は必要ない。じゃあそんなもんってことか。なるほどね。さあ、ネクストフレフロア、マッチ、ほうき、丸太。一回調べるか。あー、これ問題ねえな。だからこれ笑みに交換して、で、ここはこれで調べるで、カメラで田口だな。文字が浮かんできた。3月25日、赤い血に残る無念さは銅像も溶かすであろう。はぁ、血に残る無念さ、血に残る無念さ。だから、ここの中の水を何かしらで汲んでみたいなことだと思うんだけど、もう一回飲む？いや、流れ一緒だな。おーおおおおおお、おや、この部屋、この右にあるのなんだこれ、鍵？あぶね。バケツか、バケツか。で、人形。あ、調べるか、人形は。人形だ。あ、だけ？だけか。で、調べる。何か秘密のありそうな銅像だ。だから、これで、一回水すくえるか見るべ。で、これにバケツ。バケツを使った。バケツいっぱいに血を汲んだ。で、バケツ、これか？何か秘密のありげなバケツを使う。何も起こらなかった。下のやつかな、この緑のにバケツ。あ、来た、これだ。なんだこれ、クッキーがある。クッキー、今までクッキーなんかなかったじゃん。で、これが針金。
針金、いやー何のアイテムがいらんのかわからん。鉄の棒、カメラだべあれは。フィールド、軍手、シャベル、これは何、木が積み上げられて通れない何かいい道具は。ライターでよくない、何も起こらなかった。ピッケル、ハンマー、いやなんだこれ、え、なんだこれ、ちょっと待てよ、あそこ何かしらつなげた方が良さそうではあるよね、つなげた方が良さそうではあるんだけど、どうしようって感じだよね。不要なアイテムの判定がむずすぎるんだよなこのゲーム。まあよくできてるところっちゃよくできてるところなんだけど、あやーべー、ギリギリ間に合ってね。アキコが66、アキコとなアスカがちょっと不安なんだよな正直で。ああレベル上がった、これ通れんのか、痛いこのイバラスで、じゃちょっと通れない、あーみんな食らったな今、安全靴でいけるか、待って待って、時間で食らってんだ多分。え、ハンマー、ピッケル、ライター、いや意外と燃やせないものが多いんだよ。でも掃除機で吸えねえべ。こいつらが持ってるもので、ちょっと気になるのがこれ下、丸太か？違うのか。違うんだよな。なんだこれ、また木の板じゃなきゃダメってことか？木の板そうそうねえかんね。賞味。いやーどうしようかな、先に進んだ感はあるんだけど、先に進んだ感はあるんだけどいまいち進んでないんだよね。家庭フランしたい、アスカは猛毒に侵された、まあまあまあアスカでしょ、でまあ倒して、でアスカは猛毒に侵されて、カズオに交代して道具で、違う、あ待って、エミ違うよね、アキコで道具で薬箱か、オッケーで仲間にして、いやー何一つ進展がこのままだとねえぞマジで。いやーちょっとこれどうなってるんだ、ちょっと見たけどあそこには絶対行かなきゃいけないみたい、だからカズオに交代して仲間分離して、で違う、またもう一回仲間になって、バケツがいらんらしいから薬瓶と交換して、で、カズオに交換して、仲間分離させて、で、ここも食らいながら、バケツと交換して、これがマサカリらしいんだよね。で、これで、HP551、大丈夫。で、こうして、エミどかして、で、これがマサカリが使えるらしい。おー。なるほどね。で、これ？なんだこれ？調べる。この木？マサカリ。何も起こらない。おお、なんだ？マサカリ使ったことで上に移動できたのは事実なのはわかる。だけど、この後の流れ。でも上に道ありそうな感じあるから、待って、チェック、目を見開いた、エミは呪いにかかった、エミは呪いにかかった、でエミが呪いにかかって、アキコで OK で、エミに変えて
ここに例えば丸太。あ、来た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 。おわ。んで、要は2ブロックまではいけるってことか。で、まさかり。まさかり。これもうみんなで行くしかないってこと？じゃあ最小限。丸太めっちゃいるじゃん。丸太めっちゃいるじゃん。丸太？どこにあったっけのレベルよ。アキコ164。まだ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 。仲間とはぐれて、まだ数を531あるもんね。で、話す。しっかりしろ。供養塔を荒らすな。供養塔を荒らすな。これはもう丸太がマストだろう。でも丸太はもうないから丸太を取りに行く感じになるよな。で、薬瓶自体は今3本あるんじゃない？だよね。だからちょっと大事を取ってここで使おう瓶。ちょっとさすがにレベルも上がってきたし。いや、なんだこいつ、ゾンビ見たことねえぞ。で、ちょっと待ってよ。できればだとするなら、待って、一発の重さ田口46。おー、全然いけるな。だから大事を取るんだったらここでレベリングしてちょっとレベル上げてから薬瓶使いたいかなと思うんですよね。なんで一回まずはレベリングするか。その方が薬瓶の効果はマックスになると思うんだよね。で、アキコ薬瓶で残り全員戦うにして、オッケー。で、エミが猛毒に侵されたから、アキコに交代して、薬箱。さあ、おお、これは豪勢じゃない？これは随分リッチじゃない ?HP。いいね、いいね。まあ、ここで今ね、ほんと2、30分ぐらいレベリングしてたので、まあ、そうしたら、あれだな。ピッケルを一回、ここに置いときて。でも、しょうがねえよな。だから、エミに交代した、おお、マジか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 。とりあえず、単独行動はまずすぎるから、カズオたち呼んで、ワンパン食らったところで、呪いにかかった。呪いは美味しい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 。もう呪いにいくらかかってくれても、あんまり困らないから、で、アキコで、あれ、薬箱でエミにして田口呼んで、で、薬瓶、安全靴、青いライト、薬瓶、安全靴、青いライト、一回青いライトいらない過程、いやちょっと一回ずつ戻ってこよう。ちょっと一回丸太をがっつり取りに行く作業をしたいと思うので、ちょっと改めてマッピングを頑張りたいなと思いますね。で、確か手前の左上のところとかに、丸太あったわ。だから一個ずつ取っては戻る繰り返すか。まあ薬瓶あそこにもあるし、まだ何パラメーター的に足りないとかって状況じゃねえと思うから。でもだとしたらここ丸太使えねえの？なんでなんだ？これ、こうとか？いや、わからん。丸太が使えるとこと使えないところ、この白い枠同士とかか？使えなくて、下に向いてたら使えないか。じゃあもう素直に
上側のところから行くしかないよな。だからここはもう一回甘んじて、で丸太、え、こっちならいける、はあ、上、上か、いけた。でまあここに関してはもうしょうがねえもんね、一回で、また丸太、ボートだ、なるほど。どれぐらい食らってる、おい、まあまあまあ、この画面で結果見れるか。うん、ゾンビで、あーでも大したダメージではないか。ああー、オッケー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 、大したダメージでないならそれはそれで、そうだね、なんかそんな大騒ぎするほどのダメージじゃないから、もう一本の丸太を一回取りに行こう。でここに丸太が使えて、このボートが使えるのか調べるか。何もない、え、ボートがある、2人なら乗れるかも、2人なら乗れるかも、2人だと、まあそうなるとアキコかな。救急箱の話もあるから、だから一回アキコと一緒に移動する、乗れるの、上陸する条件はなんだ、ここは丸太なのか、要は木の切れ端が移動できるんじゃねえか、そういう、だからシャベルと、待って待って、こっち側に行ったら、オッケー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 、で丸太一本使ったから今一個在庫空いてるよね、在庫空いてるよね、でまあ一回カズオとアキコの二人だけで、オッケー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 、で、なおかつここで交換で軍手、んうわー、で多分だけど茨が軍手だと思うんだよね、素手って言ってたから、だからずっと気にしないで進むためには軍手欲しいなと思ってたから、だからこれでシャベル、スコップ、軍手を使って、でちょっと賭けだけどピッケルと交換で、これで戻って、なんだこれ、調べる、あ、なんだこれ、供養塔、この下に赤ちゃんが眠ってるのだろうか、地面が柔らかい、誰かが掘り起こしたようだ、しかもつい最近、スコップか、スコップを使った、スコップを使って掘ってみる、力が足りないようだ、は、力が足りない、だからカズオと交換して、男でやれってことか、でスコップ掘ってみる、力が足りないようだ、あー、まあ要はってことよね、だからどうしようかな、あの左側にいる這いつくばってるゾンビに一回話聞きてえな、あいつの話は聞きてえな、んでアキコがいてくれりゃどうにでもなるから、アキコで救急箱で、まあでなおかつ一緒に合流して軍手使えば帰れるから、丸太もう一本取りに行くかな、まずハンマー、マサカリ、スコップ。スコップはもうナウで使うでしょ、多分。スコップはナウでしょ。あの供養塔をなんとかしないと話進まない気がすんだよな。赤ちゃんの掘り起こしって件もあるし。で、力が足りない。多分田口なら掘れるってことだと思うんだよな。だから、それを踏まえても、一回取りに行った方がよくて、安全靴かな、安全靴リリースして丸太取りに行くべ、確か部屋の上側の部屋に丸太あったはずだから取りに行こう、で安全靴と丸太を交換するでしょ、でここで丸太使って、マサカリ使って、オッケー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 、あー敵出てきちゃったけどね、
さ、赤い光はゾンビに効く、全然いらねえアドバイスだったな。まあでも冷静に考えるとあれか、イメージ的に言うと光とかそういうこと。まあじゃあ田口呼ぶか。で仲間と外れて、田口も仲間と外れて、で和夫を誘って、ああ二人で、でボートで、あっと田口にスコップ、ああごめんなさい、これで交代じゃない、道具でスコップを交代して調べて、で、道具でスコップ、田口でも和夫でもスコップが使えない、もしかして他に何かしらの手立てがあるのだろうか。アイテム管理もどんどん難しくなっていく本作、果たしてどうなるのか、次回に続く。スイートホームだいぶ長いね。なんかあ、まだ終わってないってなっちゃった。頑張ってほしい。それではまた次回。